本日は、カンクーンカクテルという、ロングカクテルですね。ロングカクテルを作っていきたいと思います。こちらのカクテルなんですが、5種類の材料が入るロングカクテルになっています。で、まあ5種類も入りますので、なかなか贅沢な感じなんですけど、で、まず、アマレットリキュール、バナナリキュール、ココナッツリキュール、生クリーム、そしてパインジュース、パイナップルジュースですね、が入ると。で、パイナップルジュースがこう大容量なので、まあ容量多め。で、まあ、結局3種類リキュールが入りますが、まあ、パイナップルジュース、まあ生クリームも入りますけど、副材料として。まあ大容量なので、アルコールの、まあ、カクテルの総量に対してのアルコールのパーセンテージは低めになってます。とても飲みやすくなってます。なので、こう、お酒があまり強くない方でも、まあ、どうしても3種類が入ってるので、全部飲むと、その分のアルコールと、まあ、摂取してしまうんですが、まあ、ですが、その分、まあ、副材料が多いので、パイナップルジュースと生クリームが、まあ、多いので、まあ、飲みやすくはなってますね。はい。で、とても美味しいカクテルだと思います。はい。まあ、複雑な感じの味わいなんですが、パイナップルジュースとかの、あと、ココナッツリキュール、バナナ、で、アンズのカクですね。アマレットと。とても美味しい、複雑な味わいで、なおかつ美味しい。で、ぐいぐい飲めるという。暑くなってきた季節とかでも全然美味しく飲めるカクテルになってます。はい。ロングカクテルですね。なので、その、まあ、パイナップルジュース、材料が、まあ、5種類使いますので、まあ、大容量になるので、こういう大きいタンブラーですね。タンブラーを使います。本日は。で、そして、シェイクするので、まず、グラスを氷で冷やしていきます。で、グラスを冷やしてですね。で、まあ、氷を入れたグラスをステアして混ぜて、グラスを冷やしていきます。まあ、こちらある程度ですね。ある程度冷えたら、まあ、カクテルを作ってる間に放置しておいて、まあ、作ってるというか、材料シェイカーにですね、入れてる間に放置しておいて、グラスをある程度冷やしておいてという感じですね。で、まあ、こんな感じで。このまま放置しておきます。で、大容量なので、ちょっと大きめのシェイカーを使います。で、まず、順番はどれでもいいんですけど、まずアマレットリキュールから入れていきます。で、パイナップルジュース以外、実はすべて同じ容量です。アマレットリキュールが、15ミリ。そして次、バナナリキュールですね。バナナリキュールも15ミリ。そして次、ココナッツリキュール。ココナッツリキュールも、15ミリ。そして次、生クリームですね。生クリームも、15ミリ入れます。
生クリーム15ミリ。そして、次一番容量が入る、パイナップルジュースですね。こちらが大容量ですね。180ミリ入れました。もうあれですね、この時点で、まあ、ある程度大きめのシェーカーじゃないと溢れちゃうくらいですね。はい、で、この、グラスを冷やしていた、氷ですね。こちらを再利用してシェーカーに入れます。で、この、今冷やしていた氷が溶けてしまった水分は、捨てておきます。いい感じに冷えてますね。グラスも。で、シェーキングします。いい感じにクリーミーな感じ。生クリームが入っているのでとてもクリーミーな感じに。とても美味しそうな感じですね。こちらで完成ですね。カンクーンカクテルでした。こちらが本当に、こちらも、こう夏場とか暑い時でもぐいぐいと飲めて。で、生クリーム、まあちょっとまあ入ってるので、くどいようなイメージがあるかもしれませんが、全然さっぱりしてます。美味しいです。はい。さっぱりしてて、まあパインジュースがまたいい感じで、はい。このフルーティーな感じが出てますね。とても美味しいカクテルになってます。はい。まだソフトドリンク感覚で飲めちゃうカクテルになってますので、アルコールが弱めの方でも、あまり強くない方でも楽しんでいただけるカクテルになってます。とてもおすすめできるカクテルになってますね。本日の、カンクーンカクテル。こちらの、カクテルレシピも動画の最後に載せておきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。